この番組で何度か申し上げておりますけれども今回あの恥ずかしながら私の肖像画でありまして描いていただきましたのは山崎まりさん、えー、漫画家文筆家としてキャリアが、えー、有名ですけれども「テルマエ・ロマエ」という、えー、大ヒットの映画化もされました漫画がありますけれどもでも山崎まりさんはもともとはですねあのイタリアのフィレンツェで、えー、美術学校で美大ですね美術大学で絵画とそれから美術史を 7年以上学ばれた方で特にあの絵画の方は15世紀のルネサンス期の肖像画をですねあの重点的に学ばれたというアントネロ・ダ・メシーナというですね、えー、画家にすごく系統しましてそれをあのずっと学ばれたんですけども絵描きだと全然食べられなかったのでそれで漫画に応募したら、えー、それが漫画家としての,あのスタートでそんな中から「手の前の前というあの初めとしてヒットが、えー、生まれた。 え、方なんですけど、昔から知り合いで、そういう話を昔から伺ってたんで、僕は若い頃からですね、あの、なんか肖像画描いてもらうのが夢だったので、それで、えー、自分の肖像画、いつか描いてくださいねとお願いしてたんですけども、今回のアルバムの時に、ジャケットを考えた時に、パッとひらめきましてですね、で、山崎舞さんに肖像画描いていただきました。 素晴らしい絵を描いていただきまして、CD だとちょっとコンパクトなんですけども、最近は30センチアナロン LP がですね、ブームでございましたので、あれでご覧いただくと結構迫力です。ぜ、え、ひ、ー、ともアナロンアルバムでご覧ください。そのアルバムカバーに関してたくさんご質問いただいておりますけどもですね、中野区の質問マン小川栄一さん、えー ソフトリーのジャケットの達郎さんの肖像がとても気に入っていますが、右下のソフトリーと達郎山下の手書きの文字は山崎丸さんが書かれたものでしょうかそうです。えー、埼玉市の石渡広夫さん。ソフトリーのジャケットの顔の角度、山崎丸さんのご指定ですか達郎さんですかあれはルネサンス期の肖像画あの角度じゃないとダメなんですそうです。非常に厳密に指定された様式で書かれたものです。千葉県茂原市塚原博之さん。 この油絵を制作するときには、達郎さん本人が画家の方の前でモデルとなったのでしょうかだとしたらやはり同じポーズを長い時間撮り続けるのはお辛かったのでしょうか同様、目黒区の大江まり子さん。あの肖像がもん達郎さんを目の前に見て描かれたものなのですかす写真です。写真から起こされたものですけれど、最終的な仕上がりのときの,のディテールがですね、やっぱり冷たいというので、2時間ほどモデルをやりました。えー 動かないでくださいって、ね。そういう <laughs>。すぐ動くのって <laughs> 落ち着きがないので。じっとして,てください。そういう何度も言われました。結果、そういう形になりました。近いうちに実物が、えー、展示する機会があるかとも思いますので、その時にはぜひ実物をご覧ください。素晴らしいタッチであります。なんか、でも言いながら恥ずかしかったですねそういう感じです。